バルター・ブルーメは第一次世界大戦時のドイツのエースパイロットで、後年は航空機設計技師として活動した。第一次世界大戦中に第26戦闘中隊と第9戦闘中隊で28機を撃墜し、鉄十字章とプールルメリット勲章を授与された。フォッカー D71896 年1月10日にドイツ帝国シュレージエンのヒルシュベルクに生まれ、 最初は1914年9月に第五主霊寺園両兵大隊へ入隊した。初期の戦いで負傷した後、1915年6月にパイロットの訓練を受け、1916年6月18日から1917年1月20日まで、カイ・フロリダ、アブルト、65で福座のアバディック機に登場した。 この期間中の1916年7月24日に二級鉄十字章を授与された。その後1917年1月に、ブルーメの短座戦闘機部隊の第26戦闘中隊への転属申請が叶えられた。ブルーメのジャスタ26での最初の戦果は1917年5月10日のことで、8月14日には一級鉄十字章を授与された。 ブルーメは10月24日にはエースパイロットとなったが、11月29日の戦闘中に A が48飛行隊のブリストル機により、胸部に重傷を負い、3ヶ月間の入院をすることになった。1918年3月5日に、ブルーメは前線勤務に戻ると、第9戦闘中隊の指揮官となり、さらなる22機の戦果はこの新しい部隊で挙げた。 1918年8月31日と9月14日の1日で日記劇通用、除いて、ブルーメはそのほとんどの戦果を1機ずつ積み上げていき、戦果の中で4機のみが福崎であった。ブルーメは、アルバトロス戦闘機とフォッカー D7 の双方に、登場した。1918年10月2日に、ブルーメは、プールルメリット勲章を授与され、同日に、 最後から2番目となる27機目を撃墜した。ブルーメは1919 19年1月15日に退役した。第一次世界大戦後も、ブルーメは航空会に残り、ハノーファーの工科大学で航空工学を学んだ後の1920年代半ばに、ドイツのアラド社に入社した。そこで、アラド AR95、AR96 の設計に携わり、 1933年初めには、アラド社の主任設計技師の地位についた。続く10年の間に、ブルーメは AR-234 総発ジェット偵察機のような世界初のジェット機を含む機体の開発の責任者を務めた。AR-234 は開発過程で様々な試作機を経て、最終的に AR-234 バイトブリッツと命名された。 創発ジェット爆撃機となった。第二次世界大戦が終わる頃には、アラド設計チームは AR-234 を4発ジェット爆撃機型に発展させたが、これは実証実験段階までにしか進まなかった。後に、ブルーメはアラド社での設計の一つを民間系飛行機のブルーメ BL-502 として復活させたが、商業的な成功は収めなかった。 ナチスドイツの降伏後、ブルーメは赤軍に捕まり、ソビエト連邦へ連行され、そこで数年の間ソ連の未熟なジェット機開発計画の手助けをした。ありがとうございます。